おお、来てみお前言うた通りや。俺の RPG の勘は草原あれ、あ、いや、ある草原があなたの手ゼロになると持っている声が半分になって街に戻されます。街に戻されるんだ。ゲームオーバーとかじゃないんだね、さすがに。まあそこはドラクエシステム。危なくなったら作戦から街へ戻る。あ、すぐにそうやって戻れるのは便利だね。不思議のダンジョン系だけど、ちゃんと草原とかもあるんだ。あれ？ん？気づいちまいました。私気づきました。あのですね、これ、てっきりオープンワールドかなって思ってたんですよ。これ。このね、皆さん通じますかね？この左とか右に行っても、行けないんですよ。DQ8 みたいに行けると思ってた。僕、ドラゴンクエスト8みたいに行けると思ってたんですけど、道しか歩けないみたいな。あ、来た！びっくりした！操作方バトル、メニューポイントロック、必殺剣、盾を構える。そうだね。え、マジで？もうやんの？よし。よし、来い。え？あ、完全にこれあれだ！ DQ10 みたいに、普通に、やんないとダメなやつだ。どうすんの？ほい！あー、スライム！おい！めっちゃ来た！めっちゃ来た！ちょ待って、めっちゃ来た！めっちゃ来た！ちょ待って。ちょ待って。ほう。え？ほい！ここ？わー、痛い！痛いよ、これ！ちょ、難しいんだけど。あ、スライムどこ行った？え？大丈夫？おー、いっぱい来た！いっぱい来た！なんかいっぱい来るよ、この子。あ、いいね！今のかっこいい！今のかっこいい！当たってない！当たってない！当たってない！おー、うまい！あ、しゃしゃ！面白いな。スライム6匹ってさ、初めの戦闘でやるイメージじゃないでしょ、これ。マジか。いや、はぁ、なるほどね。体力使うな、このゲーム。俺は体力も使う。でね、これ道しか歩けないんですよ。ファイナルソードみたいに、よくあるゲームのファイナルソードっていうゲームがあるんですけど、最近の有名なゲームに。ファイナルソードですらオープンワールドでここ歩けたんですけど、このゲームはファイナルソードじゃないんで、道しか歩けないんですよね。へぇへぇ。来た来た来た、ベスもいるな。横が効く、横はいける。ベスが、ベス来るか。縦で守れば基本的に今のところはゼロダメージみたいな感じか。に、うまい、かっこいい、うまい、かっこいい。月やりたいな、できなかったやつ。ベスいつ来る。って言ったれ。これ難しいな。こう狙いを定めれば A で狙い定めればそこ切れるのかってか。でこういう感じ。痛いよー。2体来るぞ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 。よし、はい、よし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 。なるほどね。こんなに大振りする必要あんのかな。座りながらできるよね、これ多分。別に、座りながらできるよね、これ。多分。こんなに、ブンブンさ、ブンブンやんなくていいんと思うんだよな。まあ、昔から結構言われるんですけど、僕。これ結構ね、いろんなゲームに言われてるんですけど、僕、音ゲーとかよくやるんですよ。音ゲーでもね、そんなに大振りでやらなくても大丈夫ですよってよく言われるんですけど、いや、大振りになるな。何？いたずらモグラ。あ、やべ、危ない。あ、待って、縦かけてない？縦かけてるよ、これ。縦かけてる。縦が欠けてる。縦が欠けてる。今気づいたけど。ちょ、待って、お前。ああ、結構逃げるんだな。結構逃げあるんだな。縦かけてるぞ、おい。縦かけるんだ。やっぱ耐久値的な？縦の68%。ほんとだ。やっぱかけてるんだね。来た。大目玉やアストロンしてくる。こいつ絶対アストロンしてくる。こいつ絶対アストロンしてくるぞ。オッケー。まだ来る。怒ってる。怒ってるぞ、あいつ。あいつ。死ぬ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 。大目玉ちゃんがアストロンしてるもん。あ、い
よし。危ない、死ぬ死ぬ、助けて助けて、ちょっと待って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 、ちょっと落ち着こう。よし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 、位置を押しながら、ミニを押して薬草を使う。あ、止まってくるんだ。薬草使われたら大丈夫なんだ。メニュー開いてられたら大丈夫。狙い定めて来た時に切る。あー、いいね。やばいなこのゲーム。はぁ、やばいなこのゲーム。一回ちょっと街に戻ってみよっか。結構結構全然違う。ドラクエ10よりよっぽど違う。あ、やった、鉄の盾だ。強い、これ絶対強いじゃん。見えてきたよ洞窟。いいねこの振ってる感じ。待って待って、ポインターどっか行った。オッケーオッケーオッケー、ポインターポインターを見失わないようにしたんと。来るな、お前は来るな。二人怒るね、二人怒るから確実にガードして。オッケー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 。あーし。あーなるほどね。基本的に守りとかもあの制限ないからガンガン守ってっていい感じだね。いやー、なかなかにこれは大変ですね。着いたよ。ここに来るまで結構大変だったね。お前全然大変くない。一回帰った、一回帰った、一回帰ってったよ。いやだ、ボスとかどんなんて感じなんだろう。じゃあまあちょっとすいません。俺いいよ押した、いいよ押したよ今。いいよ押したって今見てなかったの。今いいよ押したよ今。いいよ押したじゃん。なんでだよお前、鬼かよ。いいよ押したじゃん俺。やだわこいつ、強引だわ。いいよ押したのに俺、逃げるポーズまで取ったのに。分かった分かった、行けばいいんでしょ。基本的にはどうなんだ、一本道なんか。あ、基本的には一本道なんですね。草原とかもそうやけど、ファイナルソードやったらまあね、オープンワールドなんでどこでも段差とか行けたんですけど、基本的に試練洞窟とかでも来るか。あ、ドラキー遠いな。おっと。あ、遠すぎて当たんない。近くに来てくれないと当たんないんだこのゲーム。遠くでこうロックオンしても届かないんだ。届かないね。あーっと、ポインターロックを狙う。今で、A で、そう、A で狙ってだろ。分かってる、分かってる。分かってるけど、できなかったわ、今。縦縦ちゃうやん。斜めや、それは。さあ、どう来る？横。デスちゃんが感化できないけどな。一撃結構重たいからな、言うて。逃げる、逃げてた。結構逃げてくのね、君たち。結構逃げてくのね。うん、やっぱり一本道だね。なんかちょっと横に広間あったけど。ファイナルソードも横に動けたのに。え？バブルスライムやっべ！毒消し持ってねえぞ！これやべえぞこいつ！これやべえぞこれ。やべ！スルッて避ける。縦か！横じゃダメだ！縦でやらないとダメだこいつ！多分。縦切りしか効かない奴がいるんだ。多分敵に乗って、効くのと効かない奴がいるってことか。多分横効かないでしょ、お前。あ、やっぱ横効かない。縦じゃないと効かない。毒る？あ、俺、毒消しそう忘れてるからな。毒消しそう忘れてんのやばいな。よし、オッケーオッケー、逃げ切り倒せんでかい。どうするどうするどうする、どこから来る？しっかり守って、近くに来たら、近くに来ないとダメだ。よし、近く来るか、そろそろ。縦よし、うまい。あー、なるほどね。いや、バブルスライムのこと考えてなかったな。やばいな、バブルスライムのこと考えてねえな。毒消しそう持ってきてないもんね。だからこれ毒食らった瞬間やばいぞ。まあ、街に戻る感じになるな、そうしないと。おー、
何？何が来る？え？剣で相手の攻撃を跳ね返す。剣が撃ってくる矢、敵が撃ってくる矢は剣で跳ね返す。剣で跳ね返すがあるのか？あやおいバイクマシをタイミングよく切って。ってことは、リリパッドあたり来る？リリッピちゃん来たか？いた！いた！こうか！跳ね返してはいるんだけど跳ね返してはいるんだけどリリッピちゃんに当たらないリリッピちゃんに当たんないんだけど跳ね返すはええけど盾、あ、やばい、盾じゃないと当たんないこいつは。で、遠く行くとこれはもうね撃ってくるから、はい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 、まあ待って待って待っていい、盾、よし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 、ドッキリストありがてえ、ドッキリストありがてえな。リリッピか。オッケー、瞬発力、瞬発力、はい、ここ、はい、ここ、うまい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 、今のマジでうまい。うおー、うまいな、もうできるようになったじゃん。やべ、慣れんの早いな。です、これはもうガンガンいっていいでしょ。よし、ガンガンいっていい。盾、盾、盾。あ、毒になってるな、これ。うわー、やだな、毒キスを使わなあかんか、ここ。あ、毒食らってんじゃん。ちょくちょく毒、あ、ちょくちょく食らうんだ、戦闘中も。オッケーオッケーオッケー。でも1ずつだから大丈夫。HP さえ見ればなんとかなる。ああ、よしよしよし。で、毒直しといた方がいいよな。あれ？ああ、かかってんね。グラさんだから分かんなかった。毒キスを使うか。買ってくれよかった。バブルスライムきついな。あ、やった！ここにやっぱ調べるとあるんだな、ちょこちょこ。やった、使った毒性が返ってきた。やべ、汗かいてきた。さっきシャワー入ったばっかなのに。なかなか体力使うな。よく見て。ドラキーはよ、横で動こう、横で横で横で。なら横にいるよ。斜め、分かってきてる、分かってきてる、もう分かってきてる。縦、あれ下手くそ。よし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 。よーし。いいねー。分かってきて、分かってきてる。いいよ、いいよ。体感型アクション。いいね。悪くない、悪くない。楽しい、楽しい、これ。これ、飽きそうだな、どっかで。あ、いるねー、奥に。なんだい、君は。君がここのボスか。よくぞ来た。うん。試練を受けし者よ。何、地獄の鎧さんじゃないですか。我と戦い、我に勝て。それこそが試練を超え。でもあなたこうやって言ってるってことは多分派遣されてるんですよね。お城から派遣されてるってことですよね、あなた。地獄の呪いさん。存分に戦おうぞ。地獄の呪いさんか、ボスか。お、すげえ、ボスや、完全にボスや。相手の攻撃見とこ。普通にでも通るね。あ、盾使ってくるな、あいつ。あー、痛いよ、痛いよ。あ、ちょっとなんかフラフラフラっていくんだ。フラフラフラってなるんだ、食らった時に。おっと、やるな。喋ってる、戦う時も。これガードさえすればって感じが。なになに、あ、赤面やった、やべ、赤面術がある、このゲーム。やべ、赤面術や、赤面術やばいな、確かに。赤面術は、某ゲームです。かなり俺、赤面術嫌な目にやってるからな、おい。これさ、よし、来た、必殺剣で止めさせたらやないか。今や、必殺剣。必殺剣発動、よし、来い。おー、うまい、今のうまい。気合い切り、切れ、やったー、おら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 、
やったやった。やべ、死体避け。やったやった。死体避け。このゲーム気づいちまった。死体切りができる。このゲーム死体切りができるじゃねえか、よく見たら。気づいちゃった。死体切りできる。よくないよ。ヒット率 82%。 あ、なにこれ。司令の恋しいものになった。やべえな。待って待って。もう疲れてんだけど。ああ、あんなに切ったから。え？なになに？ああ。見事な立ち筋よ。そうやって復活すんの？中身なかったし、しかも。お前は試練を超えた。我と戦い、勝利したことを証とするがよい。え、あなたもしかしてそうやって復活してんの？何回も。すげえな、お前。すげえハイブリッドじゃん。それはそれで。第2章、疑惑。もう疑惑かかってもうてるやん。あれ何？何章構成やの？なんかパトランドの戦士たちみたいなことを言うとさ、6章ぐらいだけどさ。いやでも初めにやったらもう結構満足してるんやけど、もうこれ遊びきったと思うんやけど。大事なここでした。はい。なんで知ってんですか？なんで知ってんの？お、なんで知ってんのやろ？どういう感じで通じちゃっとんのやろ？ゆえあって女王は出かけられたのじゃ。出かけられたってどういうことよ？え、出かけられたってどういうこと？それはマジでどういうこと？出かけられたって急になんかお買い物出かけた？ニトリかな？わしからこの言葉を送るとするぞ。はい。お前大臣なんかしてない？大丈夫？よくやった。ああ、そうなんや。遊びはここまでとか言うんかと思ってたわ。え、じゃあみんなあれと戦ってんの？じゃあみんなあれやってんの？どこぞでディーン王子を見かけなかったかの？女王がお出かけなさるのについていこう。ダダをこねてって言うとるやん。やっぱりあいつスネ夫なんじゃないかな。ダメだと言ったら。ほらスネ、おいつ、ほら見て見て見て、スネ夫って言ってる。あいつダメだと言ったらスネ夫って言っとる。やっぱりやっぱスネ夫なんだよあいつ。やっぱスネ夫とククル足して2だ。あ、やっぱり、やっぱり家に行くとイベントありましたね。で、どうだった？今日こそはちゃんと女王に試練達成の報告をしてきたんだろうな。あ、すげえ、ちゃんと椅子に座る感じで、こんな感じね。なんだと？女王は出かけられていた？そう、急になんかニトリに買い物行ったんですよ、きっと女王も。女王もなんか新しい杖とか欲しいんですかね。この飯時に誰だろう？あ、ほらほら、ほいで。しかし昨日酒場で知り合ったお姉ちゃんか。ほらまたお前ナンパしとる。もうすぐにいるんですよね、ドラクエの世界にはすぐにさ。服装で脇とか太ももとか言ってさ。男だわ。なんで男かよ。なんで男かよ。あ、スネオ、さっきのスネオね。あ、ちゃんとお辞儀するんだね、ちゃんと。ちゃんとお辞儀してる。昨今のゲームではなんか結構紙芝居説多いから、こうやってアニメーションするのは珍しいことですね。これも一人称で済むんだ。にしても。ああ、おお、見て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 、いる。右に俺いる。一人称じゃなくなった。母上のことです。このところ、母上の様子がどうにもおかしいのです。民の者たちどころか、この僕にすら。そうだね、それはそうだよ。普通にさ、家族には普通に会うよね、普通。この手のもんって。先ほど息子から。うん、お出かけになったのに。何？知ってる？そのことです。あ、どうやら母上はエルヘイムの森へ向かったらしいのです。なんで？なんで？エルヘイムの森？確かあそこには良い湯治場があると聞きましたな。湯治場があるって言ってもさ、あの一人でさ行く、あのさ、ドラクエの世界でさあるあるなんだけどさ、一人でどっか行くのやめない？うん、何？しかもすげえ深刻そうな顔すんじゃん。そうや、そうでしょ。王子、女王様一人だけで行ったらさ、恐ろしいことになってる。いろいろと魔物いるよ、普通に。そこであなたにもついてきていただきたいのですが。あ、俺は？なるほど。俺は？そういうことでしたか。僕は、僕は二人行ったら僕は何、家で何すりゃいいの？家でパソコンとか編集しておく？はい。であれば女王には女王のお考えがあるはず。あー、なるほど、そういう感じか。そういう感じで考えるんだ。
を貸していただけないと。申し訳ありません。ああ、そういう感じなんだ。どうしても。どうしても。ああ、あ、なんや。どうし、見つめ合うな、男二人で。びっくりしたわ。まさか始まんのかと思った、一瞬。わかりました。他を当たりましょう。では、これで。ああ、父は言ってくれないんだ。意外だな。普通こういうの行くと思うけどね。ドラクエの世界観だったら行くからね。言い聞かせられそう。やれやれ。王子は昔から母である女王のこととなると無茶をする癖があってな。うん。手を焼かされたのを思い出すよ。あ、やっぱ心配ではあるんだね、ちゃんと。あ、特にさすがに心配はしてくれるんだね。お前ちょっと王子を適当に手伝ってくれないか。なるほどね。自分が行く感じになるんだ。王子のことだ、諦めるとは思えねえ。しかしエルヘイムの。だから次はそこに行く感じですね。もうソシャゲみたい。なんかソシャゲの元祖みたいになってんな、こうしてみると。うん、なんだ君か。なんだ君かとはなんだ。スネ夫みたいなこと言うんじゃねえよ。なに、指さすな人に向かって。なんでお前、お前やたらお前人に向かって指さすよね。エルヘイムの森へ行ってくれますよね。そんなことを言わないでください。王子としてではなく、一人の友人としてお願いしているんです。これ名セリフじゃなかった？なんか PV にあったよ。王子としてなく一人の友人としてお願いしてるんですって。なんかさ、どっかの PV であったぞ。お前ここで使うんか。君なら僕と一緒に。おい、無限ループやめろよ。わかりやすい無限ループ。わかったわかったわかった。わかったわかった。ありがとう。君が一緒なら心強いです。エルヘイムの森にも魔物が住んでいるらしいです。魔物の中に女王を一人で行かせんなよ。お願いしますよ。え、仲間に加わった。え、どういう扱いこれ。え、仲間に加わった、初の仲間。お前キーファみたいにいなくなるんじゃないか、途中の。それじゃあ君の準備ができるまで。ああ、はい、わかりました。じゃあもう今日疲れたんで休みますね。今日疲れたから、また明日な。また明日な。